んにちは。今日は天気のいい日でドライブ日和です。ネルソンのアタファイっていうところの海岸線を走っています。潮の満ち引きがとても激しいところで1メートルから4メートルちょっとまで変わることがあります。今日は運がよく晴れていて潮も満ちているようです。左側湾になってる海なんですよ。雲が水面に反射してとても綺麗に見えてます。80キロくらいでこの道走ってます。慣れるまではちょっと怖かったです。スイスイ走ってきます。潮が満ちてるとここはいつもこんな感じでとっても綺麗に空の様子とか夕日とか街並みが映ります。ちょっと街を外れて今度は山に向かっていきます。空の雲がまた今日は綺麗ですね。冬なので、山の緑たちも雨を受けてとっても、みどみどりしい青々しくなってます。ネルソンを外れるとちょっとした峠みたいなところになってきます。今日はブレナムの方に向かって走っていってます。木々に挟まれた道、ちょっとうねうねした道を抜けて、こんな道を通ってます。開けました。山に雲がかかってちょっと幻想的です。ファーム地帯です。雲の下に入ったり出たり目まぐるしく景色が変わります。ここはその中で、私が好きな場所です。目の前の山に向かってまっすぐ走っていきます。道の両側には木、ちょっとお迎えされてる気分になります。カーブを曲がってしばらく行くとマルボローサウンドの入り口、左側は、潮が満ちているとまた水面がこんな風に見えます。さてさて、今日の目的ですが、実はブレナムの途中の町ヘブロックという町です。こんな小さな町、この町に何があるかというと、実はマッスル、ムール貝ですかね、の生、なんとこのお店、こちらムール貝、はい、そしてムール貝のコロッケ、これが目当てでした。とても美味しくいただきました。